シャーリーン・テッタースはアメリカ・インディアンの民族運動家、作家、教育者、芸術家、人権活動家。シャーリーン・テッタース・シャーリーン・テッタースは1952年、ワシントン州、スポーカン族、インディアン保留地にスポーカン族のスラムターとして生まれた。インディアンの権利についての精力的な活動姿勢からアメリカ・インディアンのローザ・パークスと呼ばれている。 1984年から、シャーリーンは、ニューメキシコ州サンタフェのアメリカインディアン美術研究所で、絵画作品を発表するようになり、美術協会を経て1986年に、サンタフェ大学に通い、美術学士となって1988年に、同大学を卒業した。同年、イリノイ大学アーバナシャンペーン校に、美術デザイン科専攻で入学し、主席で卒業している。 ニューロンドンコネチカットのミッチェル校からは美術部門の名誉博士号を授与されている。現在、全米で21カ所でシャーリーンの絵画作品が展示され国際的な評価を得ている。自らの公式サイトでシャーリーンはこう述べている。現在、私は活発なアーティストとして国際的な展示を行っています。私のアートワークはマルチメディアな展示の創造によって 大衆文化とメディアの中でのインディアンの人々の描写を調べ、社会的な推定を行い、アメリカでのインディアンの人々からの人間性の剥ぎ取りについて、私、個人と政治的な意見を表現しています。イリニウェク州長1988年、シャーリーンは子供たちをイリノイ大学で開催されたバスケットボールの大学対抗試合に連れて行った。 イリノイ大学のバスケットボールチームは戦うイリニ族という実在のインディアン部族であるイリノイ部族連邦の名をチーム名にしていた。シャーリーン親子が試合を観戦しているとハーフタイムにわしの羽の頭飾りをつけてインディアン風の格好をした白人の学生が現れイリニウエク州長というインディアンマスコットを滑稽な仕草で演じデタラメな踊りを踊り始めた。シャーリーンの息子は この滑稽なイリニウエク州長を見て何とか笑おうとしていた。娘を見ると観客席の中で体をこわばらせていた。子供たちのこの表情を見た瞬間にシャーリーンはインディアン民族のイメージを娯楽として使用するこのインディアンマスコットと戦うことを誓った。これ以来シャーリーンは自らのアート作品で反インディアンマスコットを題材とし、 また、全米各地で講演を行い、エンターテインメントに、インディアンのイメージや物品、文化、および霊的な様式の真似事を使用することが、人種差別なのだということを人々に訴え始めた。これに対し、白人たちは、部族の名や文化が国を代表する。これにシャーリーンは、クリーブランド・インディアンスの和風州長や、ワシントン・レト・スキンズのチーム名を例に挙げ、こう反論している。 責任ある部族の州長をマスコットに仕立てて伝統衣装や小間物を飾り付け見せ物にすることが名誉や敬意を私たちに払うことだとは到底思えません。州長はどんな部族においても高い敬意を受ける存在です。球場でこの敬意を受けるべき人物がニタニタ笑った漫画にされたりインディアンにとって深い苦痛をもたらすイメージがチーム名にされている状況が 歓迎されるものとは思えません。インディアンは人間です。マスコットではありません。私たちの社会における戦士とは平和と生命に関わる存在です。1992年、コロンブス上陸500周年のこの年に、インディアン権利団体、アメリカインディアン運動は、インディアンマスコット根絶のための全国組織、スポーツとメディアにおける人種差別の全国連合を結成。 シャーリーンは、バーノンベルコート、マイク・ヘイ・ニーラ、AIM の運動からと共に、イリノイ大学のバスケットボールの会場の外で、インディアンは人間だとのプラカードを掲げ、インディアンマスコット、イリニューエク州長に抗議する無言のデモを行った。しかしデモ行進は、警察や大学のファンの襲撃を受け、彼らはもみくちゃにされて、暴行を受けた。同年、シャーリーンは、 アメリカインディアン国民会議内に人種正義のための事務所を開設。アマプロ問わず全米のスポーツチームが使用しているインディアンマスコット撤廃のための講義と議論を活発化させた。シャーリーンはレッドスキンという言葉の由来についてこう説明している。白人たちがインディアンの大陸にやってきて戦争を始めた時、彼らは殺したインディアンを数えるために死体を。 ニューマに乗せました。ですが殺したインディアンの数が多すぎたので、時期にこれは殺したインディアンの首を切り落として、この首を乗せて運ぶことになりました。それでも首が乗せきれないほどたくさん殺し続けたので、白人たちは馬車にたくさん詰めるように、インディアンの頭から皮を剥ぐことにしました。これが、レッドスキンの言葉の始まりです。スポーツチームのロゴデザインに、 インディアンの頭部を使い、インディアンの大量虐殺にちなんだ名をつけることは、最もたちの悪い人種差別であり、インディアン民族に対する現在進行中のジェノサイドなのです。シャーリーンや NSRSM のバーノンベルコートらインディアンたちの全国運動によって、数多くのプロアマのスポーツチームがインディアンマスコットを廃止している。東ミシガン大学は1991年に、 校内チームのヒューロンズを東ミシガンイーグルスに名称変更した。一方で高まる抗議の中、イリノイ大学は未だにイリニウエク州長と戦うイリニ族の使用を続けている。現在、シャーリーンや NSRSM が変更を求める現役のプロアマのスポーツチームには次のようなものがある。一方、アメリカインディアンから人間性は剥ぎ取られ続けています。 彼らは羽をつけ、顔を塗って映装し、エンターテインメントとして、私たちの歴史を使用して、私たちの将来を担う、者たちの自尊心をくじくのです。インフーズオーナー、ありがとうございます。